時間がないので動画を見たらすぐ登録しましょう。はい、こんにちは。マルチンカムサラリーマンの八野です。今回はマーズの新着情報をお伝えします。はい、マーズのアプリね、これアプリを開いて下の方にめくっていくとこんな感じでね、ノティス&ニュースということで、はい、出ています。で、最新のものが18日ですね、6月18日に出ていました。ちょっとね、私見逃していたんですけども、こちらをまずね見ていきたいと思います。はい、ヘッジラボとの MOU ということで、こんにちは火星人仲間、ヘッジラボズとの MOU の署名を発表できることをとても嬉しく思います。この MOU には P2E プレイ2案ですね、および NFT を含む将来の Web3.0 プロジェクト開発のための MRST スマートコントラクトセキュリティ監査とパートナーシップが含まれます。で、ヘチラボね、クエスチョンと、ヘチラボは世界クラスのブロックチェーンテクノロジー監査サービスとデジタルウォレットを提供しています。また韓国初の仮想資産専門受託者である KB クークミンバンク、ちょっとわかんないですね、ハッシュドゥとコレアデジタルアセット KODA を設立しましたと。はい、ということでね、ヘチラボもよくわかんないですし、あとこの MOU なんですけれども、これね調べましたらメモランダムオブアンダースタンディングということで、法的拘束力のない契約ということで、まあ要はなんか協業しましょうみたいな感じなんですかね。はい、ということで、まずねこのヘチラボというところ、ここにねリンクが貼ってありますので見てみたいと思います。で、こちらがねヘチラボのウェブサイトになりますけど、これね今日本語表示してますと、原文にするとね韓国語になって、ちょっとね全然わかんないので、はい、日本語で見ていきますけれども、デジタル資産を簡単かつ安全にということで、ハッチラボ、まあどっちでもいいですか、困難で複雑なデジタル資産の経験を確信します、誰にでも簡単で最も安全に信じて任せるサービスを提供しますと。はい、で下の方にめくっていくと、まあなんかサムスンとかね、さすがに韓国の企業が載ってますね。はい、企業向け暗号通貨ウォレット API、 企業が最も安全な暗号通貨ウォレットを2日で構築しサービスに連動することができますということで、まあ、やっぱりねブロックチェーン関係のなんか請負い企業という感じですかね。スマートコントラクトセキュリティ監査と、安全なスマートコントラクトのために業界をリードするブロックチェーンの専門家がいますと。はい、いうこと で結構ねなんか韓国の、まあ、大手の企業ですねと結構やり取りしてる、まあこういうサムスン電子とかね LG とかも、まあ提携連携しているということで、まあ結構その韓国のブロックチェーンのなんていうんですかね、関連企業としては、まあこのハチラボっていうところが有名なんですかね。はい、そんな感じだと思います。まあこういうところとね提携したということで、まあしっかりね、はい、プロジェクトを進めていくということなんじゃないかという感じですね。はい、そしてもう一つですね、これ私もね気づかなかったんですけども、ここにですね、はい、なんかプラス10 MRST ザマーズ×なんちゃらかんちゃらって書いてあって、これなんじゃろうなと思って、ここをねタップすると、はい、またねリンクが開きますと、はい、そうしますとね、こんな感じで火星×ハイパースポーツクラブということで、なんかねスポーツクラブとコラボしたということで、はい、火星の皆さんこんにちは、ハイパースポーツクラブとのパートナーシップを記念してホワイトリスト&エアドロップのイベントを開催していますと。はい、でハイパースポーツクラブとは何ですかということで、クリプトファッションとフィジカルファッションの境界を曖昧にするスティーブとヨニピーの両方の世界的に有名なファッションデザイナーによる次世代 PFP プロファイルピクチャーファッションプロジェクト。このプロジェクトはファッション、グラフィック、ブロックチェーンの分野を専門とするハイパースポーツクラブスタジオのチームワークによって実施されていますと。はい、ね、で、その上このプロジェクトはムーブトゥアンベースのプロジェクトであるスニーカーズとのパートナーシップを通じて彼らがデザインした NFT タイプの靴の販売に成功しました。はい、将来的にはハイパースポーツクラブの旗艦店が火星マーズによってメタバースプラットフォームにオープンし、これを通じて展示会やファッションショーなどの様々な活動が開催されますと、はい、いうことで、ね、はい、で、イベント、この
エアドロップのイベントなんですけれども、6月28日、こう金曜日って書いてあるんですけど、多分ね、6月24日金曜日からということだと思います。で、23時59分ということで、はい。ソウルは、まあ日本とね、同じ、UTC プラス9なので、日本時間の、6月28日、本日ですね、本日の23時59分までにこのエアドロップやってるということで、この動画を見たらね、もうすぐに登録していただきたいと思います。はい、登録方法はですね、先ほどのね、アプリのところをタップしていただくと、こちらのね、エアドロップの、gream.io の方につながると思いますので、はい、やってください。で、こちらにね、ログイン方法、いくつかありますけど、私はいつもツイッターでログインしてるんですけど、まあ、Google でもいいですし、ね、メールアドレスでも Facebook でも、多分皆さんも前にね、もし AirDrop とかやってる人であれば、Google、ツイッターでいけると思うので、この中から選んで、はい。で、タスクはですね、4つですね、いつものようにツイッターフォローするとか、あと Discord に参加するとか、あとは、ウォレットのアドレスですね、はい、を入力するとか、あとは、MERSのログイン ID を入力するとかいったものなので、まあ多分、一度でもね、gream.io のこのね、エアドロップ参加したことある人だったら悩まずにいけると思いますし、まあ初めての人でも多分そんなに悩まずに、はい、ポンポンサクサクいけると思いますので、やってみてください。はい。でですね、じゃあこのね、ハイパースポーツクラブってなんじゃろうなということで、ちょっとね、ツイッターの方を見てみましたと、はい。こちらですね。はい。まず、MERSのツイッターの方にこんな感じで投稿がありました。はい。ハイパースポーツクラブとのパートナーシップを祝うために、現在ホワイトリストのチケットとエアドロップのイベントを開催していますと、ね、ラッフルに参加してくださいということで、はい、先ほどのね、こちらの、はい、gream.io から、はい、エアドロ参加してくださいと。で、ちなみにこのハイパースポーツクラブのね、ツイッターの方もちょっと見ていきたいと思いますけれども、はい、こちらがね、ハイパースポーツクラブのツイッターのサイトになりますけど、このなんか猿を見た時に親って思った人は結構ね、私の動画をよく見てらっしゃる方かなと思いますけれども、ペイクですね、ボワードエイプヨットクラブのメス版の猿かなと一瞬思ったけど、ちょっと若干こう表情が違うかなということでね、ストリームコインの猿とはまた違うね、メスの猿というところで、これがなんかこのスポーツクラブのキャラクターなんですかね。こんなね、お面かぶってたりしますけれども、はい。ということで、ちょっと、ね、日本の人には、まあ、ほとんど馴染みがないと思いますけど、韓国ではそれなりに有名なスポーツクラブなんですかね。あ、ここにありますね。MERSとのコラボということで、はい。ね。はい、コラボレーションということなので、うん、ちょっとこれだけ見るとわからないですけれども、はい。結構、韓国では有名なところが、こういうね、はい。シューズを、まあ、作って、メタバースと、あと、現実的にも、このシューズを販売するんですかね。はい、こんな感じで。ね。はい。で、なかなかこう、個性的な靴なんですけども、多分これをですね、エアドロップでくれるのかなと。はい、これが本物なんですかね。CG なんですかね。ちょっとわかんないですけれども。はい。こんな感じで、はい。どうも本物っぽい。そうですね。なんか履いてる靴ありましたね。はい、こんな感じで、はい。ね、この猿がまたちょっといい味出してますけれども、はい、こんな靴を、はい、リリースして、でこの靴をまた MERSの世界でね、はい、NFT で売るっていうことなんですかね。まあそんな感じでコラボをするということなので、でもらえるのが、そうですね、この靴がもらえるんですかね。もう一度、はい、見てみたいと思いますけれども、はい、ハイパースポーツクラブからの商品、ハイパースポーツクラブ NFT ということで、やっぱこちらのね、シューズの NFT じゃないですかね。はい。あとは、ハイパースポーツクラブホワイトリストチケット。はい。ホワイトリストはこれを買える権利っていうことですかね。NFT を買える権利っていうことになるんじゃないかと思います。はい。で、二つ目がですね、MERSからも商品がありまして、MRST マイニングのペット NFT を、10名様ですね。はい。もらえるということなので、はい。これはね、ぜひね、MERSやってる人だったらゲットしたいと思います。で、あとは10ドル分の MRST10 名様ということなので、10ドルっていうか 10MRST ですよね。はい、もらえるのは。ちょっとね、もうちょっと10名だったら 100MRST とか配ってもいいんじゃないかと思いますけども、ちょっとここ、なんかけじりましたよね。はい。まあでも NFT10 名ということであれば、今ですね、エントリーが1万4000ということなので、あとね、残り3時間ということで、まあそうですね、1万5000くらいということだと、
まあ、1500分の10だから150分の1の確率くらいで、あ、違うか、1500分の1か、はい、ね、なのでまあちょっと狭きもんですけども、でも全然当たらないかっていうと、まあ1500分の1だったらそれなりに当たるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、はい、NFT 欲しい方は応募していただけたらと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。元祖無料マイニングアプリパイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。未来のデジタル通貨チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ、2021年12月スタートしたばかりでファーストステージで稼げます。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリコインです。稼いだコインはチリ空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリアグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。メタバースで靴を拾うと本物のスニーカーがもらえるそうです。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリスウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので今からたくさん歩いて稼ぎましょう。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在 iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアン、ムーブトゥーアンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや B ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。 SNS で投稿して運営して紹介して稼ぐアプリネクストスペースです。暗号通貨の総発行枚数の 82% を無料配布し、コミュニティで経済圏を作ってコインの価値を高める面白いプロジェクトです。無料コイン配布は先着1000万人までなので、すぐ登録しましょう。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。オープンインベスティングカーレンシーオピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して投資や強制購入なしで自動的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリ
ユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。1時間に1回スロットを回して無料でポリゴンマティックがもらえます。コインペイユーやパイプフレアと合わせてポリゴンマティックを貯めまくりましょう。2013年から運営している老舗のフォーセットサイトコインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイトパイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi & NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。 PTC 広告で稼げるサイト ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。こちらも無料暗号通貨がもらえるサイトを紹介しています。1時間ごとのスロットとツイッターに投稿されるプロモーションコードを入力することで追加でスロットを回すことができ、最大300ドル相当の暗号通貨がもらえます。無料でパンケーキスワップのケークトークンがもらえるフォーセットサイトフリーパンケーキ .com です。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分のケークトークンがもらえます。姉妹サイトでは出金も確認しているので、コツコツスロットを回せば確実に暗号通貨をゲットできます。日本語対応しているオンカジサイトトラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。ペットフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大 1BTC が当たるスロットが回せます。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。ビューサイトでも評価が高いフォーセットサイトコインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイトファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。無料で柴犬トークンがもらえるフォーセットサイトフリーしば犬 .com です。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の柴犬トークンがもらえます。姉妹サイトでも全部で16種類の暗号通貨がもらえるので、全部登録しましょう。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる
そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。タイムストップです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。 B ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。無料でビットコインがアーニングできるアプリ、エンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。